らった。なんだ。どうか足を止めて私の話を注意深く聞いてほしい。ご存知かどうか、このカムロ町には今西洋会という中国マフィアが入り込んでいる。西洋会が現れて以来、この町は抗争の絶えない非常に危険な町になってしまった。彼らを排除するには大きな声が必要なんだ。つまりあなた方の団結した声だよ。まず必要なのは彼らを拒絶するという我々の明確な意思表示だ。西洋界のいるアジア街には近づかないようにしよう。彼らの縄張りで金を使えば連中の懐が潤ってしまう。そしてあなた方の身の安全のためにも、もうアジア街に近づくのは避けるべきだ。なぜなら今後西洋界のテリトリーではこんなことが頻繁に起きるのだから。なんだと。お分かりいただけただろうか。西洋会に月々のみかじめを納めている店も我々による爆破の標的になりうる。それが嫌なら今後一切連中に金を払わないことだ。そうすればいずれ西洋会を必ず追い払える。私と共にカムロ町の安全を取り戻すために戦おう。クソ、ゴミ袋だ。ゴミ袋が爆発したんだ。爆発したのは確か。おい、大丈夫かお前。え、さっきの爆発で怪我でもしたんじゃないのか。さっきの爆発、さっきのあんたも見てたか。ああ、俺はさ、爆発の前からずっと見てたんだよ。爆発したのは黒いゴミ袋でな、多分その中に爆弾が入ってたんだ。ゴミ袋か。それじゃもう跡形も残ってねえな。ああ、でも俺見たんだよ、その黒いゴミ袋をここに置いてったやつ。何？40過ぎくらいの男で黄色いジャージ、中国人のはずだ。中国人？それじゃ採用会の人間か。だが確かモニターの男は採用会を追い出せと。そんなの知らねえけどよ。ただ俺はここにゴミ袋置いてってやつが前に中国語喋ってたのを見たことがある。どこでだ？カムロ町にある吉田バッティングセンターってところだ。あそこか。
違いました？いやいやいや、何してんの？いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。取らせやがって。いらっしゃいませ。
うまいな。ありがとうございました。なんだお前は。中国人だな。採用会のもんか。なんだと。今この町にいる中国人で悪そうなのはみんな採用会の人間だ。ふん、俺は採用会なんかじゃない。あんな連中と一緒にするな。ならお前は何だ。お前こそ何なんだ。初対面でいきなりふざけたやつだ。天下一通りであんたが道に黒いゴミ袋を置いてったって話を聞いてな。何？そのゴミ袋が爆発した時ちょうど俺も現場にいたんだ。やっぱりお前らが爆弾を仕掛けたんだな。もしかしてお前にその話をしたのは案内所の男か。だったらなんだ。なんとなく奴に見られていたのは分かっていた。どうやら俺の顔を知っている男だったわけか。となるとあいつの口も塞がなくちゃな。だがまずはお前からだ。何なんだお前。そいつはこっちのセリフだ。採用会じゃねえってんならお前らは何だ。町のど真ん中で爆弾なんか使いやがって。素直に吐くとでも思ったか。待て。今回は許してやる。止まれ。待て。これはまずい。止まれ。今回は許してやる。これはまずい。いい加減吐いてもらうぜ。採用会じゃねえってんならお前らは何だ。どうせ俺らが名乗ったところでお前には分からないよ。どういうことだ。俺らもかつてはカムロ町で名を知られた組織だった。それこそあの登場会と肩を並べた時もある。何だと。我々の組織の名はジャカだ。ジャカ。そうか。なるほどな。確かにその名前を聞いたのは久しぶりだ。お前ジャカを知ってるのか。最強最悪と恐れられた中国マフィアラウカーロンという男が総帥だった。そうそうそうなんだよ。あいや嬉しいね。
若い頃はラウカーロンに殺されかけたことがあった。その時は道島組にいてな。俺は桐生一馬だ。桐生一馬だと。お前が、あの、お前はまだカムロ町にいたんだな。他にも仲間がいるのか。ほとんどいない。リーダーは爆発前街頭モニターに覆面姿で映ってた。あいつか。昔日本にいたジャカを潰したのはお前だろ。俺はその立て直しのために日本行きを指示された。立て直し？ラウカーロンが生きていればそれもうまくいったかもしれん。だが本国のジャカ幹部たちはすぐにその見通しが甘かったことに気づき、日本への興味をなくした。俺たちのことはもう日本に送り込んだことさえ忘れてしまっている。組織からないがしろにされてきたわけか。国に帰ることもできず、ただただこの町でその日暮らしを続けてきた。そこへ来て例の採用会だ。後からこの町に来た分際で我々の挨拶もない。搭乗会との交渉に夢中でカムロ町にジャカがいるとも知っちゃいない。こんな屈辱があるか。おい、ちょっと待て。それじゃお前らまさか自分たちの存在をアピールするために、それだけのためにあの爆発さなきゃ。せめて採用会の連中に嫌がらせしてやりたかったんだ。お前らの気持ちも分からないわけじゃない。だが陰で採用会に喧嘩を売るのはやめておけ。俺が少し調べただけでお前らにたどり着いたんだ。採用会がその気になりゃすぐに足がつく。そうなりゃお前らに勝ち目はねえ。皆殺しにされるぞ。くそ。この先どうするかはお前らの勝手だが、無駄死にはよせ。爆弾騒ぎの件は目をつぶってやる。え？こっちもお前らに構っている暇はない。今まで通りおとなしくしてるんだな。桐生一馬、あいつが堂島の竜か。今の我々が勝てる相手じゃない。負けたよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
に行ったぜ。さあ、行くか。ありがとうございました。なあ、